南側から望む針の木岳、針の木峠、連化学針の木峠は、長野県大町市と富山県中に川郡、立山町にまたがる峠、日田山脈の針の木岳と連科学の暗部に位置。標高は2536メートル。非常に険しい山岳地帯であるが、古くは品の国と越中国を結ぶルートの要衝であった。冬場は、 人を寄せ付けない豪雪地帯となるが、1584年の冬には、笹成政が、とう三国浜松城主の徳川家康に直訴するために、冬の峠を越えた伝説も残る。江戸時代になると、加賀藩と松本藩の境界となった。しばしば、新州側から、黒部教国内に向け森林の討伐が行われたため、加賀藩による奥山回りルートの一つにもなった。 峠は、討伐者側の拠点ともなり小屋も掛けられていた時期も、あった。明治時代になり、加賀藩の影響力がなくなると、新州と越中を結ぶ、短絡路,路として、立山新道の建設が進められた。牛馬が通れる道幅9尺の有料道路として、1880年に、完成を見たが、2シーズンだけ管理された後運営会社が解散。19世紀末には、 新越本線の残事延伸もあり商業ルートとしての価値は低下、登山者などに強制られつつ緩やかに廃道を溶かした。1893年8月7日から9日、ウォルター・ウェストンが大町側から峠を越えて立山登山を行った。1896年、小暮里太郎が峠を訪れる。立山を目指す中で、針の木越えは登山の入門として、 あらゆる過程を備えた高校の教科書である。と絶賛するものの、1913年、再び峠を訪れた際には、すでに、大町側から、かなりの距離の林道が開設され、利便性が良くなっていたこともあり、すでに数十年前の張りの木越えではない。と嘆く記述が、気候水筆中、山の奥秀の中にまとめられている。1923年3月、伊藤孝一。 桃瀬慎太郎、赤沼千尋らが近代登山史上初めてとなる積雪期の立山黒部渓谷張の木峠を横断。同時に日本初の雪山登山のドキュメンタリー映画、雪の立山、張の木峠越えを撮影する。1930年頃には峠に張の木小屋が架けられて、以後、北アルプス重走路の要衝となった。 1951年から再開された黒4ダム開発では当初、ハリノキ峠の下に延長 5km の導水トンネルを建設し、長野県側でも発電、考えを行う構想があったが、大町トンネルが想定以上の難工事になったこともあり、立ち消えとなった。峠には山小屋のハリノキ小屋が設置されている。主に登山シーズン中に営業されている。 峠にある針の木小屋とキャンプ指定地峠にはキャンプ場指定地がある。2012年に拡張されたものの台、小鳥混ぜて30丁分と狭く、設営にあたっては事前に管理者である針の記号屋に料金を支払うとともに設置場所について、再配を求めなければならない。稜線上にあるため水場はない。ありがとうございます。